夕日のギャングたちは、1971年制作の、イタリア・スペイン・アメリカ合作の映画。監督は、セルジオ・レオーネ。本作品と同じくレオーネの監督作品である、ウエスタンとワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカを合わせて、前期の、ドルバコ三部作と対比して、ワンス・アポン・ア・タイム三部作と呼ぶこともある。レオーネは、夕日のギャングたちの制作に最初から深く関わって、 来たが、あくまで脚本の執筆など裏方の仕事のみに徹し、自身で監督するつもりはなかったとされる。当初レオーネは本作品の監督として、ピーター・ボグダノビッチや、レオーネ作品で長く助監督を務めてきた、ジャンカル・ロ・サンティを考えていたが、主演のロッド・スタイガーとジェームズ・コバーンが、レオーネが監督しない限り交板すると言い張ったため、 やむなく、レオーネ本人が監督することになった。配役の混乱、監督の変更など多くの困難を乗り越えて、完成した、夕日のギャングたちだが、これまでの、ドルバコ三部作や、前作の、ウエスタンと比べて、本作品は、工業的には失敗。以後、レオーネは次の監督作品で遺作でもある、ワンスアポンアタイムイン、アメリカまで10年以上にわたり私服することになる。 公開当時からしばしばレオーネの他の監督作品に渦漏れて帰り見られることの少なかった本作品だが近年 DVD が発売されるなど再評価の機運が高まってきている舞台は革命の混乱の最中にあるメキシコ山賊一家の東目フアンミランダと元アイアーエーの投資であるジョン・マロリーが出会うところから物語は始まる 爆発物のエキスパートであるジョンを仲間に引き入れて、かねてからの夢だったメサベルでの国立銀行を襲撃しようとするファン。最初は点で相手にしていなかったジョンだが革命計画を成就する手立てとしてファンの計画に協力するふりをする。ジョンの助力を得て、意気揚々と銀行を襲撃するファンとその一味だが、そこには現金の代わりに現政権に反抗する。 政治犯が収容されていた。ジョンに騙され、心ならずも革命の英雄となってしまった不安は、ジョンと共に革命の渦に巻き込まれ、その代償としてすべてを失う羽目になる。本作品は多くの意匠があることでも知られる。当初レオーネは、ワンスアポン、エータイム、ザ・レボリューションというタイトルを考えていたが、 ベルナルド・ベルト・ルッチの革命前夜と紛らわしかったため断念した。次に、レオーネは映画中でしばしば使われるセリフであるダック・ユー・サッカーにタイトルを変更するように主張した。レオーネ本人はこのセリフをアメリカで頻繁に使われる言い回しだと思い込んでいたと言われている。本作品の興行収入が冴えなかったのは 映画の重厚な雰囲気にそぐわないこの軽薄なタイトルのせいだったとも指摘されている。映画公開数ヶ月後に低調な工業成績を危惧した制作会社によってジェームズ・コバーンの演じる革命家が爆発物のプロであることからエーフィスト・フル・オブ・ダイナマイトにタイトルを再変更された。映画公開後のタイトル変更という異例の事態を迎えた夕日のギャングたちだが もともとイギリスでは、A、エーフィストフルオブダイナマイトのタイトルで公開されていたため、当初の予想よりも混乱は少なかったという。現在北米でリリースされている DVD では、ダック・ユー・サッカーとエーフィストフルオブダイナマイトの両方が併記されている。ありがとうございます。